ラベチャピットです。あれラベチャピットです、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ始まりましたラブチャピハウスかっこかり。この番組はラブチャピットがテンションも高めで愛を持ってお送りするノンストップトークバラエティ番組になっております。本日もよろしくお願いします。お願いします。慣れませんねそれでは自己紹介から、はい、私から、はい、赤色担当のななみこむぎです。よろしくお願いします。こむぎ、はい、はい、ブルー担当長瀬あきなです。お願いします。あきなな。はい、前回に引き続き私が MC をさせていただきます。はい、この番組は会場での観覧と YouTube ライブさんでの生配信でお送りしております。最後までお楽しみください。というわけで始まりましたが、最初にね、ちょっとここオープニングトークでなんか最近あった出来事とか、まあ、ちらっと話すんですけど、まあ、すごいタイムリーなんですけど、今日来る途中にちょっと私怖い体験をしまして、それをちょっと話そうかなって思うんですけど、はい、まあ普通に電車乗ってて、で、まあ、携帯見てたんですよ。多分ツイッターかなんか見てたの。そしたら私の隣の席が空いてて、でなんか男の人で空いて、私であとみんな座ってて、で私の向かいの席も空いてて、そしたらなんかおばさまが一人来て、うんうん、私の空いてる横の席に上着をなんかこう多分畳んだ上着をなんか私と横にいる人に向かって、すいませんって言いながらパッて置いて、なんか向かいの席座ったの。へえ、と思ってえってなって、確かに、でそれを見ながら携帯をいじってんの、そのおばさまは目の前で。私爆弾仕掛けられたんだと思って、サリン事件だよ。なんか謝ってたのはなんか実はこんなことしたくないけど、あ、そうなんだったのかなと思って、でも結局なんかその連れの人が来て後から、でなんかあこちらの席どうぞみたいな言ってて、なるほど、なんかどういう関係だったのか分かんない。普通に友達なのか、なんかなんだろう、なんていうの、使いの人と主なのか分かんないけど、うん、場所取りだったの。そう、場所取りだったの。電車の場所取り。そう、場所取りだったの。場所取りだったんだけど、やばい、怖いじゃん、急に横に上着だけ置かれてすいませんとか言われて、うん、まあ、なんかしたくないけど私は爆弾を仕掛けないと、殺された自分の家族が殺されるんですみたいな、なんかそういう状況なのかなとか思って、うん、だから謝ってんのかなとか思って、マジで怖かった、本当に怖かったの。でもまあまあ、だからなんかそれをね、ちょっとちらっと話そうかなって思って、うんうんうん、っていう話をしたらなんかアキナちゃんもね、なんかタイムリーな、あーそう、なんか死んじゃいそうみたいな、そう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 、っていうコムちゃんの話を聞いて、うん、まあ、アキナは別にお花畑を走り回るとか雲の上を突破する夢を最近続けて見てるようぐらいね、大した話ではない。でもなんかね、二人してなんか死にそうみたいなね、話をさっきチラッとしましたっていう話でした私は本当に怖かったので、ちょっとこれだけ話したかった、うん、じゃあもういいです。もういいですか。満足しました。満足しました。この怖さをちょっと誰かに知ってほしかったの、本当。じゃあもう早速コーナーに、最初のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、最初のコーナーはこれ、まだまだ心重ねて二人の答えを一致させて。はい、前回も行いましたが1問も一致しなかったので、今回もお題と質問を変えて行いたいと思います。抽選箱の中にじゃあですね、たくさんのお題と質問が入っています。引いたお題と質問に対して私たち2人で同時に回答、その答えが見事一致すれば成功となります。前回ね、多分なんか最後の方になんかおにぎりだよね、なんだっけ、おにぎりの具といえばみたいな感じの質問をゲーム中じゃなかったけど、うん、ね、回答やってったらツナだよね、ツナで正解なんかあったんだよね、うん、でもまあ一致しなかったんで、今回こそは、まあ、一致するように頑張っていきましょうということで、はい、では早速第1問目に参りたいと思います。私から引いていいですかね、これ。はい、お願いします。いきまーす。でかいな、横長。なんだ、そうね、2個あんなこれ片方にしよう、うん、はい、スタッフさんのいいところ
多分丸山さんとか運営さんのってことですね、はいはい、いいところというお題です。これを答えを一致させていきましょう。悩むのも失礼か。それなんだよ、それなんだよ、それなんだよ、それなんだよ。悩むのも失礼ですね。今聞いてなかったかな、ちょうどちょうど聞いてなさそうだったけど、うんうん、スタッフさんのいいところ、うちはでも2人いるけど、まあ、一番やっぱりライブとかそうですねしてるので、プロデューサーの丸山さんっていうね、今日も一緒に来てくださってる方のいいところ、そうだな、あ、まあ、でもこれちょっと一致する気しないな。でも私アキナちゃんに寄せていけばいいんだよね、こういう時はね。待って、まだ浮かべない。アキナちゃんが丸山さんのことをどう思ってるかだよね。でもこれ悩むのもそう、失礼っていうのもそうなんだよな。いいところ、あ、ペンが出ないわ、決まったよ、私は。できました。あ、考えつかないですか、もしかして。もしかしてですか。なんだ、よし、 OK です。ちょっと大変だ、長瀬さん大変だ。私はまあ1年くらいもうね、そうお世話になってるんで、あきなちゃんは半年くらい、いいところ半年くらいだな、もうちょっと12月デビューなんで、はい、5ヶ月経ちますけど、いいところ、いいところあるでしょ。あるよね、いっぱいあります、いっぱいあるよね、ありすぎて、ね、そう1個に絞るのが。え、ちょっとどうしようかな。パッと思い浮かんだのとかないですか。ここそんなに時間を、そうですよ、あれなんだよ、時間足りませんよ、これ出てない、出ない、これとか出るか、これ出ない、まあまあまあ、こっち、長瀬さん、長瀬さん、ちょっと新しいペンが欲しいな、私、はい、これの方が出るんじゃん、あ、出る、これ私のって感じなんだよな、あきなちゃんに共通するかどうかがちょっと怪しいですけど、あんまり出ないな。長瀬さん、もう口頭でいきます、もう口頭でいいですか。じゃあ長瀬さん、ちょっとこれ一回口頭でいきましょう、はい、はい、ではお題はスタッフさんのいいところです。はい、じゃあいきます。はい、私からいこうかな、口頭だから、あ、口頭、先にいいですか。どうぞ。いっぱいご飯を食べさせてくれる、ご飯をたくさん食べさせてくれるところ、イエーイ、あった初っ端あったね、よかった。それを書こうと思ったんだ。そうです、そうです、そう結構ね、あのライブ終わりとかご飯連れてってもらったりとかね、うん、最初の面接の時とかも行った。あ、最初デビュー前からいっぱい行きました。そうそうそう、デビュー前とかから、はい、そうたくさんね食べさせていただいて、おかげで太りました。おかげで太りましたけどね。そうですよ、これでも言われてたんですよ、アキナちゃんが。そう、アキナ太ったって言われて、だから今ヨーグルトばっかり食べてご飯も行かないようにしてみたいな。え、豆乳も飲んでるのもそれ。豆乳もともと好きです。まあそれも兼ねて、そ、今日緑だから豆乳コンビニで買った多いお茶だったっていう、楽屋で開けたら、そうそうそう、紙パックの調整豆乳のね、そうそうそう、黄緑色パッケージを買ったつもりが、あれ、あれお茶だって丸山さんが飲んでます。そう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 、秋長かった、そこもいいとこじゃないですか、丸山さんのね。そうですね、買い取るよって言ってくれて優しさそうです。じゃあ1問目はあったということで、正解だ、イエーイ、よかった。前回合わなかったんでね、しょっぱなあったということで、すごい幸先いいですよ。これ裏面はどうします、はい、そうなんですよ、これはちょっともう戻す、戻そっか、戻す、ちょっとねいいよ、とりあえず引いていいよ、じゃあその間に次のお題、あきらちゃんに引いていただきます。これも多分それもね、2個あると思う、どっちか選んでいいよ、もう。あ、でもこれはお互いに、わかる、あ、そういうこと、ななみこむぎの変なところ、長瀬あきらの変なところ、あ、お互いに言ったら、これ一致しないじゃん、だから一致しないじゃん、そっか、じゃあどうしようかな、変なとこか、あきらちゃんが引いたから、じゃあこっちにすれば、じゃあこむちゃんの変なところを書く、うん、変なところ、よいしょ、
私の変なところ、変なところ皆さんは何か思い浮かぶんですか？私の変なところってコメント見れるのかな、これ全部って何ですか？何ですか？聞こえてますよ変なところって、でもそうだよね、なんか変あるかな。逆に私なんか自分であなたのまともなところどこですかって聞かれたってなるもんねコムちゃんの変なとこ、自分の変なところ答えるってなかなか難しいな。ないな。アキナちゃんが私のことをどう思ってるかってところなんですよね。変なとこね、なんだろう、うーん、思い浮かぶ？あるんだ全部とかじゃなくて、あーあるんだ。一番のところがあるのね。私はでもさ、私はこれで生きてきてるわけじゃん、うん、だからちょっとね、うん、思い浮かばない。変だって自覚してたらね、直してると思うんだよね多分だけど、なんだろう、変の定義も難しいな。浮かばない、全然全然浮かばない。はいはいはい、はい、全然出ないんだよな。なんかね、強めに書いたら意外と出るかもしれない。あ、ボキって言ったやめてください。書くって、あ、こっちなんだ。イエス、一個、なんとなく。できました？はい。今度かけたら、私からいきましょうか。はい。はい、自分の変だなと思うところ。いつでもハイテンション。コムちゃんかなと思うんだけど、違うかな。ハイテンションだと思う。自分がなんか緊張するとか言いながらウェイっていつでも、さっきも結構緊張してたんですよ毎回絶対緊張しちゃう。なんかは、うん、MC ってなんかちょっと緊張するからかもしれない。じゃあどうぞ。枝豆ばっかり食べてるところしかお前か、別に変ではないけど、強いて言えば枝豆をよく食べてるね。食べてるなと思ってそこか、まあ、変ではないけど、なんか出してって言われたらこれかなと思って変かな。枝豆、枝豆ですよ、楽屋で枝豆、ライブの前に枝豆食べて、そう、チルドのね、うん、そう、なんかこうおつまみ枝豆みたいなのがあるじゃん。それをね、なんかそう、なんかライブ前になんかそのおにぎりと か、うん、なんかこうなんとかチキンとかそういうのを食べると、なんかこう、なんだろうな、ちょっとお腹に影響出るかなと思って、うん、お腹出る衣装着てるから、うん、なんかちょっとでもなんかね、食べた感じのする美味しいもの枝豆と思って枝豆よく食べたね、最近食べたね。最近あんまり見ない。じゃあ、あのジェストとか秋葉原のね、ライブ会場の近くにあのローソンがあるんですけど、そこのローソンでよく買ってたんですよ、枝豆を。置かなくなったんですよ、そこのローソンに枝豆を。品切れじゃないですか。そうなのかな、なかったのよ。買い占めた、行くことになくなっちゃって。うーん、買い占めたのか私が、多分在庫切れそっか、じゃあちょっと申し訳ないことですねすいません、合わなかった。そこか、残念。全然違う、みんな思ってたのは違う。違うか。ちなみに何ですか？ちなみに何ですか？どうぞ。コメントでもいいですけど。あれば。あー、なるほど。確かに大正解かもしれない。なるほどね。16歳と言い張るね。なるほどね。言い張ってるというよりかはね、まああの、まあ事実なんですけどね。次行きましょう。次行きましょうね。はい、私が引きます。2個目は不一致ということで、なんかね、これも多分2個あるんだろうな、うん、片方しか見ないとこはい、一発ギャグといえばこれ得意じゃないですか、永瀬さん。あ、永瀬さんよくちょっと一発ギャグでもないけど、もうこれはでも一発ギャグだよ。ギャグ、一発ギャグね、一発だからね。ギャグうん、ギャグか、そう、
ネタじゃないよ。ネタじゃないか。好きなネタじゃないよ。ギャグか。違いが分かんないな、ギャグとネタの。あ、じゃあいいよ、多分思ってるの多分同じですかね。それはこれはね、多分いけると思う。これは自信あります。うん、なんて書けばいいんだろう確かに。うん、出なくなっちゃった。出ないから口頭にします。あ、待って、これめっちゃ出る。あ、本当ですか。これいいわ。みけんちゃん出ないのばっかやんな。え、多分、ああ、なんか最近、うん、でもこれちょっと、まあいいや、出してから話します。うん、これちょっとね、いける気がするぞこれ自信ありますよね、いけそう、はい、今度はあきなちゃんからお願いします。はい、どうぞ。 Here we go。 これ多分、はい、あ、合ってる一発目でいいのかな。ギャグじゃない、ネタかもしれない。ジョイマンさんの、うん、Here we go、 ありがとう、おりごととかのやつ。 Here we go、それをずっとライブの、ね、ライブの前とかも、今日もさっきエレベーター日々ゴーっつって日々ゴーって言ったら私がカモンっていうっていうのをやってんの最近ね。だから何きっかけでハマったっていうか、なんかこう、だって結構前じゃんあれ。割と私小学生とかじゃない、じゃ小学生とかじゃない。あ、それあれですか、流行ったのか、うん、小学生とか中学生とかだと思うけど日々ゴー。うん、なんで最近来たの。なんでだろう。コムちゃんでもライブの前に行くわよって言うんですよ行くわよって言う言うね、言うね、日々ゴーなんでそうなったかわからないけど言ってたけどな、前のリーダーもな、行くよって言ってたよ。じゃあ行くわよ大事、行くよじゃない、行くわよ、行くわよって。でもお姉じゃないじゃん日々ゴー。あ、でも見事ね、よかった。本日2個目の、2個目イエーイ、結構いいですよ今回は。いい感じ。もう1個いけそうですか。永瀬さん引きます。引きますか。ああ簡単なやつがいいね。じゃあラストいきましょう。でんちょっと、まだでも何が出るかな。よいしょ、片方。じゃあこっち、はい、どうぞ。選んでんなどっちが選んでんな。いや、選びましょう。平成の出来事といえばか、ラーメンの種類といえば。待って、合いそうなのをじゃあ選んだ方がよくない。ラーメンの種類って何ですか。あれじゃない、え、味とかってことじゃないの。味、味、あ、ラーメンのスープの味ってこと。ああ、なるほど、多分。なるほど。え、油そばかつけ麺かとかってこと。違うよね、そういう種類違うよね、多分味だと思うけど。味、うん、の方がいいですかね。ちょっと平成の出来事は30年分あるんで、うん、ね、そう、30年分あるからね。ちょっとじゃあラーメンの種類、戻しましたね、お姉さん。戻しましたねこれかと思われます。じゃあ、ラーメンの種類といえばでいきましょう。これは、いや、こむちゃん何が好きだったっけな。これ私はコムちゃんネギ飯ばっかり食べてるから何だいけなちゃんさん、なんかそういうネギ飯誰も聞いても得しないようなネギあ、それ可愛いとか思わないじゃん、聞いても。コムネギ飯食ってんだよ。コムちゃん推しはじゃあコムちゃんとネギ飯食べに行こうかなって言って調べるかもしれないし。ちょっとやだな。三田製麺のね、ネギ飯が好きなんですよ。これでも食べてるの、私とあるラーメン屋さん食べたよね、ネギ飯。そう、いつもアキナのネギをコムちゃんのラーメンに放り込んでる。歴代ラブチョピみんなネギ嫌いなのよ。全員私の器に全部入れてくる。嫌いではなんかあんまいらないかなと思って。あー、どっちかな。私ね、2個で悩んでる。私アキナちゃんに寄せに行ってるからね。え、待って、これ私自分の答えた方がいい。アキナちゃん私に寄せてるんだよね。なんかあんまラーメンよくわかんないんで。なるほどねじゃあちょっともういいわ、シンプルに寄せる感じでいきます。イエイ。いや、ほんと勝手なイメージだからちょっとどうかわかんないけど、書けました。はい、じゃあ私から。私からだよね、私からだよね、はい、ラーメンの、ま、種類、ま、味といえば、うん、
はい、醤油ででーん、塩って書きました。そっちか。悩んだの、醤油か塩かなって思って、塩にしました。でもなんかこう、なんとなくあきらちゃんが私に寄せてくれてたら味噌って書いてくれるかなと思ったの、うん、私はどさんこなんで、そう、最初やっぱ味噌しか食べてなかった。本当に東京来て初めて豚骨食べたぐらいで、やけ、え、塩好き、いつも何食べてるんですかね、うちら豚骨。あ、そうなんですか。そうだよ。嘘でしょ。知らない。知らない。この間は醤油じゃない、あれ煮干しのやつは醤油で多分。あんまりちょっとね、ラーメンはね、え、味音痴とかじゃないよね。ではないと思います、うん、でもけど何を食べさせられてるのかよくわからない。わかんない。そうか、塩。でもそもそもなんか多分ラブチョピ入る前そんなにラーメン食べてなかったでしょ。あ、そうですよ、はい、らしいんですよ。ラブチョピ入ってからなんかラーメン、ね、いろいろ、はい、食べるようになって、ラブチョピみんなラーメン好きだったんでね。券売機をね、コメちゃんに教えてもらいました。そうですよ、初めて券売機使ったみたいな。押す押すって、どうやって買うんですか。お金持ってずっと券売機の前でうろうろして、あ、まだ決まってないのって言ったら、いや決まってるんですけど買い方が分かんない。教えてもらって、あーつって、お金入れてねって言って、そうそうそう。見事、見事じゃねえや、残念ながら残念でした。はい、そうか、いや塩で悩んだんだけどな。まあ同じようなもんですかね。全然違うな。でちょっと最後にね、さらっと、はい、残りのお題が何があったのかっていうのを、あ、見てみます。これで合いそうなのがあればね、いいんですけど、あ、まあ、あのさっき、アイドルに大切なことは、私は忍耐。え、違う。忍耐、耐え忍ぶこと、耐え忍ぶこと、なんだろう、体力じゃないですか。あ、まあまあ確かにね、ライブして物販といろいろありますからね、うん、体力。じゃあ次、体力は多分合わなかったな。じゃあ、あ、これさっきの永瀬明菜の変なところ。え、変か、すごい漠然となるけど、考え方。あ、なるほど。変っていうか変わってて、それもすごいいいところなんですけど、変わってるなってちょっと思う。自分では、え、休みの日、うん、家に出なくて暇な時天井見てるとか。起きてずっと天井見てるとか、まあ、ちょっとこれネクラってことね。あんま触れない方がいいですね。あんま触れない、これね、流してもらって、はい、あ、これさっきの平成の出来事といえば、これ難しいよね。難しいですよ。もうあれじゃない、もう直近ので言語が変わる。あ、まあまあそうですね、うん、他に思い浮かばんもんな、特に。どっからが平成なのか分かんないもん、私。どこら辺から、うん、いや、なんかこう、あれが昭和の出来事なのか、うん、平成の出来事なのか、古いものだとどっちか分かんなくな、うんうんうん、私が生まれたのが8年だから、うーん、8年より前の平成元年から7年とかにかけては、うん、平成だったとしても、なんかこう昔のことだから昭和って思っちゃうかもしれない。そうかそうか、っていうと難しい、うんうん、さっきの、あ、なんでもない。さっきの、あ、もう一個のやつ。あ、これ難しい。国民的アニメといえば、見ないでしょ、アニメ。見る、あんまり見ないですよ。知ってるアニメ、セーラームーン。あー、セーラームーンぐらい好きなのは。そっか、私今ちょっとエヴァンゲリオンかなと思ったけど、国民的、国民的、国民的じゃないのかな、結構有名だけどね。国民的、わかる、エヴァンゲリオンはわかるよね。はい、アタシンチとか。ああ、でもあれじゃない。じゃあさ、そういう観点で言うと、多分サザエさんとかだよ。サザエさんとかちびまる子ちゃんとか言うのが多分正解なんだよ。ドラえもんとかね、そうだね。いや、なんか日本人感があるやつと思ったんですよ。私でもあんま見たことないんだよね。金曜日とかやってなかった、金曜日の夕方とかやってた気がする。多分そんな感じですよ。でも1回ぐらいしか見たことない、私んち。はい、では以上。はい。どこまで見たっけ。はい、以上、2人の答えを一致させてでした。なんか4問中2個、半分か、いい感じに、まあまあ、前よりは。じゃ次のコーナーちょっとさっくりいきたいと思います。次のコーナー、トークコーナーです。テーマはこれ、5月5日は子供の日、こんな子供でした。
ークの5月5日は子どもの日です。そこで自分がどんな子どもだったか、どんな幼少時代を過ごしたか等を教えてください。ボードに書いて発表しましょうということですが、書くんですか？なんかこうタイトルっていうか、なんかこうざっくりとね、はい、どんな子供だったか、こんな感じでしたよみたいな。もうこれはもう早い、こむちゃん。もう私じゃあさっきでいきます。はい、真面目。意外と真面目だったんですよ。なんか幼稚園の頃とかはもうほんと外で遊ぶのとかもあんま好きじゃなくて、ずっと幼稚園の中で本読んでて、そう、意外と外出かけた思い出って一個だけあって、いとこの兄ちゃんたちとクワガタを取りに行ったのは覚えてるんですけど、それぐらいしかアクティブな記憶はないですね。真面目だったと思う。ほんと本読んでて、で小学生上がって、うんうん、習い事ちょっとやって。何してました？水泳と、へえ、あれも泳げないんですよ。水泳やってたのに泳げなくてなんかね、これはできるの、これはできるんだけど、息継ぎするとヒュンってしてる力入っちゃうね。だからダメ、全然泳げなくてやめました。でその後に少林寺拳法を習って、えこれかな、そう、少林寺拳法。少林寺拳法、こういうやつ。うん、こうかなこれちょっとおかまじゃない少林寺拳法。少林寺拳法ね、すごい。何年やった？3年4年ぐらいやってましたね。それはなんかこう多分治安が悪いと困るから、護身術を多分習っとけみたいなことで、無理やりやらされてて、本当はすごいやりたくなかったんですけど、やってました3年もやってた。ちゃんと部活とかも、多分小学生の、うん、でも高学年はちょっと真面目じゃなかったですね。授業サボってたんで、授業サボったのと授業中ゲームやったりポテチ食べたりしてたのはちょっと良くなかった。あ、真面目じゃねえわ私。全然真面目じゃない。でも中高は多分真面目だったから、部長とかもやって生徒会もやってたんで。へえ、そんな感じですかね。生徒会意外と真面目だったと思う。意外と今よりは真面目。今よりは真面目。書けました？はい、どうぞ。これはね、意外ですよ。川で日焼けをしてくる子供だった元気な子供だったんですよ。ちなみに何歳頃の話ですか？小学校3年生とか、あ、8歳、まあ、9歳ぐらいですね。元気な子供だったんですよ。そんなに田舎とかだったっけ？田舎っていう田舎でもないですけど、なかったけど、なんか川でサングラスして9歳の女の子が日焼けをしてたぐらい元気だったんです私は。え、なんで日焼けしようと思ったの？なんかいたの？こういう憧れの人がちょっと肌が黒くてみたいな。多分そう、日に焼けるっていうのをまず知らなかったから、うん、ただあったかいなとか、なるほどね、日向ぼっこ的な感じだったんだ。あ、そうだと思います。はい、それですそれはもうその時で終わっちゃったの？それ以降終わりました。そうです、もう肌白いもんね。日焼けするの嫌でやめました。後悔してますこの時の。この時のことね。そうです。意外と、え、そうです。元気な子供だったわけでしょ。意外と元気だったね。なんかもっとちっちゃい時からおとなしいですって感じなのかと。ちっちゃい時はめちゃくちゃ元気です。本当に。今の方がじゃあ。あの鈴木奈々ちゃんみたいな感じの。ああ、へえ。本当に？本当に。あれぐらい、わあみたいな。あ、そう。人でした。意外だな。意外です。どこかでね、何かあったんでしょうね。何ですかその意味深な発言は。分かんない、どっかで何かあって日焼けをしなくなった。それはもう分かんないんだ。分かんないです。何があったかっていうのは、まあ、小学校高学年ぐらいじゃないですかね。でも思春期になってくるもんね。なんかこう、うんうん、ちょっと大人になるというか、日焼けなんかしてらんねえよみたいな。日焼けはちょっともう外に出たくないなって思い始めたのはいつなの？あ、それ多分、うん、それも小学校高学年かな。日に焼けちゃうからダメだみたいな。外に出ない方がいいってなって。そうです、そうです。それが今では休みの日に天井を見る生活になったと、うん、なるほどね。何が起き、使い果たしたのかもしれない持って帰ったんじゃない？もうなんか太陽にエネルギー。あ、そういうことですか。そうかもしれない。そっかそっか、まあ、ここはざっくりなんで、はいはい、まあそういう感じで以上トークコーナーでした、はい、で続いてのコーナーなんですが、はい、私じゃなくて進行がアキラちゃんに変わります。はい、コムちゃんが答えるんですね。そうなんです。
願いします。はい、続いて小麦を2人組なら2人組を当てろのコーナーでーす。この間結構何回か前ぐらい3月ぐらいかな、2人組のアイドルみたいな、先月だね、先月でしたっけ、うん、あ、やりましたね、うん、やりました、やったんですけど、今日は2人組のアーティストのランキングをやります、はいはい、1位から15位まであるんですけど、1位から5位は、はい、まあ簡単というか、なるほど、なので出てるんですけど、6位から15位をなんでコムちゃんには当ててもらいます、はい、なるほど。ちなみに1位ビーズ、2位ユズ、はい、3位キンキキッズ、4位小袋、5位がピンクレディです。なるほど。なんで6から15をこれね、どこの何のデータかは書いてないんで全然わからないんですけど、なるほどね、何のデータかはわからないけど、はい、まあ、とりあえず当ててください、ね、そうなんです。これ私ひたすら回答していけばいいんですか？そうですね、ポイントとか特にないんですよね。ポイントはないですね。これなんか当てに行った方がいいですか？何位は何とか普通に言った方がいい？いいんじゃないですか、入ってるやつで。なるほど、じゃあもうこれひたすら言ってった方が、はい、ボードかけず、はい、お願いします。口頭でもいいのかな。これ借りまーす。ちょっとこっちに、どうぞ。でれん、じゃあ早速いいですか？はい、ちょっとこっち汚ねえな。ウィンク、あ、ウィンクは、え、入ってない。ウィンクは入ってます。入ってる。何位だったっけ？ないどこ行ったんだ一番最後だね。ウィンク一番最後、ウィンク14位。イエーイ、14位にウィンク、いいですね。14位にウィンクが入ってます。なんか理由とかあるの？何にも書いてないです。誰に聞いたのかも書いてないんですよ。代表曲とかも書いてない、何にも書いてないんですよ。なるほど、埋まったらアキナちゃんが書いてくれるんで、はい、じゃあもうじゃあどんどん答えていきたいと思います。どんどん言いたいところなんですが、私前回答えられなかったくらい、あ、待って、めっちゃ好きなアーティストさんでいるわ。2人組、入っててほしい。一時期死ぬほど好きだったんですよ、ポルノグラフィティさん。でれれれれれれれん、7位。やったー、イエーイイエーイイエーイ。コメントこれ見れるのかな？見える。見える。私あのポルノグラフィティさんは札幌にいた時が一番多分ピークで好きで、札幌ファクトリーっていう場所ミュージカルがあるんですけど、そこにあのラジオの公開収録に来るって言って、別に歌うつもりとかじゃ多分なかったんですけど、アゲハチョウとメリーゴーランドを歌ってくれて、うんうんうん、めちゃめちゃ泣きました。超好き。正解7位か、7位ですね。ちょっと上の方から当てたいな。6とか8とか2人組で、ね、男、あ、待って、はいちょっと最近テレビで見ました。ケミストリー。あ、お、9位。イエーイ全然当てんじゃん。すごい、意外といけんじゃん。なんか前回はあのアイドル芝居だったでしょ、うん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 、あの2人組のアイドルっていう芝居だったん で、ね、ちょっと難しかったんですけど、2人追いつきます。大丈夫ですか？はい、大丈夫でございます。意外とみんなの方が思い浮かぶと思うんだよな。私歌聴く曲が本当偏ってるんで、最近もっぱらアニソンしか聴かないんで2人組、うん、ちょっと一個ヒントもらおうかな。何位がいいですか？うん、じゃあ簡単なのがいいかな。簡単なの、今5位まで出てるじゃん、はい、6位のヒントください。6位はもうめちゃくちゃ、はい、まあみんな有名なんですけど、はい、なんだろうな、もうその曲カバーしてる人もいっぱいいるし、うん、男の人と女の人ですね、アーティストです。なんですけど、はい、2人でいる？います、います。もう多分デビューして長い2、30年とかかな、おそらく。それはコラボとかじゃなくて、じゃなくてずっとそれでやってるってこと？はい、ずっとやってます。女の人と男の、あ、え、40前後の世代の人たちかな、多分聞いてる人は。ちょっと待って、名前が、あ、でもちょっと男女じゃないけど、ちょっと1個思い浮かんだの。違うやつですか？いいですか？はい、いや、入ってないかな。名前合ってるかな？キロの、あ、合ってます。嘘15位です。イエーイ。ヒントのやつとは、15位やってるやん。ヒントのやつとは違いますけど、キロロ15位に入ってます。なんかね、
よくスキー滑りに行ってた時にかかってました流れてかかってました。長い間って曲あるよね。あるよね。あります。あれ、ね、気づいたのってやつで。じゃあ、まあ、男女が待って、分かったかも。超有名な、超有名な、略称で言いますけど、はいはい、はい、ドリカム正解です。ドリカムです。ドリカムが6位ですね。6位か、はい、そうだよね、有名だもんね。でも最近知ったんだよな、2人だっていうのを。もっといるかと思ってた。確かに、バンド的な。え、ずっと2人なの？ずっと2人じゃない。そうだよね、3人だったよね。あ、そうなんだ、抜けてるんだ。そうそうそう、最近知った。6位ですか。あれ、3人じゃないと思って。 CM とかもね、なんだっけな、漢方生命かなんかの CM 出てたからそれで知りました。ドリカムでしたね。あと何個空いてる？だいぶ空いてるよね、多分1、あと5個、半分出ました。 でも意外と来てますよ、はい、半分出ました。でもちょっとあけんちゃんのヒントが聞きたいので7位のヒント。7位はポルノグラフィティですね。あ、7位がそこで、8位、あ、間違えた、書くとこ、まあいいや8位はジャニーズです。え、でもキンキキッズ出てるよね。はい、出てます。え、待って、あ、ジャニーズです。ちょっと1個思い浮かんだけど、どう？え、これ入ってんのかな？あ、間違えた。ちょっとダメ元で。はい、タッキー&ツバ。あ、正解です。え、でもタッキーツバです。もうでも引退、解散、引退しましたよね。多分ね、そう、タッキーさんがね、ジャニーズの、なんていうの、一番上のなんか社長みたいな、はい、取締役になったか、なりましたね、貢献するみたいな。やったー。ということで1位から9位は出ましたね、全部。じゃあ10位から15位、はい、あとは、あとは、あと私全部分かりそうですか？はい、本当に？はい、あと4つですよね。女の人2人組と、はい、女の人と男の人と、うん、男の人を2人組かな。2人組、まあその組み合わせしかないよ。あ、確かに全部だった、全部8と9個逆になっちゃった。あと何個だ？あと4つ。私が知ってる、はい、まあでもそうだよね、大体有名な人とか。あ、1個はちょっと怪しい。うん、80年代な感じなんで、ユニット的な、そう、もともとそれでやってたっていうよりはコラボしましたユニットです的な感じなんで。この間、ちょっと待って、コラボ、ユニットですね。ユニットです。でも活動期間全然2年とかしかやってない。まあ、アキナの好きな世代なんで、それはいいですか。はい、え、でもこれ2人組なのかな。はい、コンプレックス。コンプ、あ、マジ？正解です。そうです、コンプレックスです。え、コンプレックスってさ、10位、10位です。ホテイさんと氷川さんだよね。そうです、そうです。あの、この間私新宿のモノマネやかそっくりやかったキサラっていうモノマネショーレストランのお店行ったんですよ。そこで、あの、ホテイさんのモノマネしてる方がちょうど出てたんですよ。あー、多分わかる。ずっと Be My Baby 言ってたの本当面白かった。でもめちゃくちゃ似てません？え、似てた、似てたよ。似てますね、体型とか全然似てなかったけどコンプレックスでした、ジェイ。でも私も知らない、なんかどんな曲とか。コンプレックス、そういう多分その、でも本当に多分本家は見たことない、モノマネしか見たことない。モノマネ似てますよ細かすぎて伝わらないモノマネとかでやってたんですよ。似てます、面白い、大好きだから笑いは。あと3つですね。あと3つ。11位は女の人2人組ですね、はい。私はでも、あ、多分、ちょっと待って、これもしかして、たまに歌ってるんですよ。え、嘘？はい、口ずさんでる。パフィーさん？あ、正解です。正解です。前回私がそう出したんですよ、パフィーさん出してましたね。そう、あの、2人組の女性アイドルユニットといえばっていうお題で、うんうん、全然思い浮かばなくて、パフィーさんって書いたんですよ。アイドルの、ね、そうそうそう、言ってましたね。え、歌ってる私これ。え、これじゃない？あの、パンダのやつ。パンダ、わかります？
あ、それそれ。あ、歌ってる？パンダのやつ。歌ってる私。パンダの。やばいな。歌ってましたよ、この間。無意識だわ、本当に。歌ってると思う。歌ってましたよ、本当。そうなんだ。あと2つですね。マジか、意外と。意外とポンポンポンって、いい感じに。12位は男の人2人組で、13位は女の人と男の人。それは私世代ですか？うん、ちょっと世代じゃないかな、前かな。若干男女の方はアキナ好きですね、うん、もう。あ、本当？うん、好きです。好き、アキナちゃんが好き。でも90年とかじゃないかな、第1期。さあ、1個名前が、あ、ちょっとやってみるかな。でも合ってるか分かんない。ユニットも合ってるかな。グローブ。違いは。あ、違うか。あ、いるよね。いるよね、グローブ。グローブ。違う。あ、12位の男の人2人組は世代かな、もしかしたら。ヒントください。なんか卒業式とかによく歌われるような曲を歌ってますね。ゆずでも小袋でもないんだよね。はい、出てるもんね。はい。卒業式？卒業式じゃないかな。あ、結婚式かな。結婚式で歌われるかな。そんなイメージ合ってるか分かんない。そういう系の曲ってことだよね。その人たちは今いくつぐらいですか？いくつだろう。30代40代ぐらいじゃない。多分40もいってないと思うんですよ。40もいってない。30じゃ結構若いな。前後とか。トト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 。分からんな、うん、結構ハテナじゃない。みんなもハテナじゃない。タタタタタタなんかタッて言ってんな。そうですね。ちっちゃいなんか入ってます。ちっちゃいなんか入ってんだよね、うん、男の人2人組。タタタタタタそれ私聞きそう。あんまり聞かないかな。聞かなさそう。アニソンとかやってないんじゃないですかね、多分。組か。じゃあ待って、男の人と女の人の方もあるよね。それは男の人と女の人の人の方は有名ですね、めちゃめちゃ。男の人と女の人、これしかも分からない。ヒロシ&キーボー。何ですかそれ。3年目の浮気だ。それはなんか3年目の浮気っていう曲名は聞いたことあるな。あ、そう、3年目の浮気です。これ6年目のなんとかとかあるんだよね。へえ。なんか肩組んで歌ってるやつですか、3年目の浮気って。いや、肩組ん歌ってないか。肩組んではいないと思うけど、私が見たらなんかこう屋台みたいなセットで歌ってる人いるよ。これこういうのが出るところは出るんですよ。私聞いてたんですよね。13位有名ですね。最近もテレビ出てらっしゃる？いや、あんまりメディアはそんなに出ないです。あんまり出ない。2つともそんなに出ない。で、2つとも世代結構前。うん、12位はまあまあまあ割となのか。13位は多分90年代。90年代。12位タタタタタタ。てが難しいんだよな。最後チですね。ラムチョピットじゃん。もしかして最後チ。チ？最後チ。タタタタタチ。え、全然わかんないんだけど。チ。チ。二人組で。うん。チ。千と千尋チッチさんしか出てこない。最初の文字はスですね。もう分かるでしょ。全然分かんないんだけど。最初の文字スですよ。スピッツしか出てこないの。もう2人じゃないですよ。スス全力全力ヒントが出てます。ヒントがあのヒントはなんだなんだ。アフロ。何これ、何これ。スえ何スそれがどっちだっけ、男の人の方。はい、好き。お好き。出たついに。あ、はい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 、ついに出た。カラオケで歌ってましたわ。好きませんでした。あ、よかったよかった。出ました、よかった。奏でとかだよね。そうですそうです。結婚式奏でって
君が大人に。でも失恋の曲でしょ。あ、そうなんですか。失恋だよね。失恋の曲だよね。あ、そうなんだ。そっか。そう、あれ失恋だよ確か。あら、悲しい曲だ。全然ヒントじゃなかった。結婚式で歌うっていう。卒業式でもないか。まあ、歌ってるやつも多分あると思うけど。あ、歌ってるよ、スキマスイッチさん。あ、本当に。鋼の錬金術師歌ってる。全然。あと一個。これは略して、略してアルファベット3文字です。略すと、やっぱあれだ、略すと、アルファベット、男の方はテレビで言わない、アルファベット3文字です。え、元3人それも元3人男の人、あ、男の人と女の人、超大ヒント。あ、でも女の人の名前を言っちゃうと分かっちゃうかな。分かっちゃうね。分かるか。最初も分かるな。ソフトバンクの CM とか出てましたね。え、全然分かんないんだけど。全然分かんない。ちょっとお時間なんで申し訳ないですが、答えを。答えはお願いします。 ELT です。あー、はい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 、伊藤モッチーか出てるわ。 ELT でしたね。滝塚とか出てるわ。 ELT でした。まあでもまあまあ当てられたんじゃないですか。ほぼほぼ、そうですね、よかった、イエーイ、すごい、ね、よかったね、よかった。ちょっとだいぶ押してしまいましたが、はい、お知らせに行きますか。以上、なんていうの、何のコーナーっていうの、何の二人組を当てろのコーナーでした。当てろコーナーでした。はい、じゃあ最後、エンディングに行きたいと思います。はい、告知が先かな。告知が先ですね。次のライブですか。次のライブ、5月の4日土曜日に、秋葉原のコズミックラボさんとゼストさんで2本行きます。はいはい、サーキットライブ、なんか2回ぶっちょ連動ライブ、なのでぜひ来てください。はい、あともう一つだけ、5月の19日の日曜日に、はい、上野音横丁さんでライブがあるんですけど、こちらのライブで特に生誕祭って感じじゃないんですけど、私のお誕生日のちょっとお祝いで限定カバーとかやるのでぜひ来てください。何歳ですか。うん、16。変なところ、変なところ。はい、真夜中のバカ騒ぎのイベント中です。12日までなので、投票と配信やってるのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとお知らせ、最後にね、ちょっと大事なお知らせがあります。はい、次回は6月6日の木曜日、8時20分会場、8時半開演で、ここ北千住の CA 部さんで行います。そして寂しいお知らせにはなるのですが、次回でこのラブチョピハウスかっこかりなんと最終回になります。まあ ね、私はもう1年ちょっとやってますけども、あきらちゃん5回出たかな、6回、ね、半年、ちょうど半年ぐらいですね。5回、6回だと思うんですけど、うん、最後の方はね、はい、2人になっちゃったんですけど、はい、すごいね、お世話になりました。そうですね。こういうね、ゲームコーナーとかある番組とかもなかなかね、うん、やるのもすごい新鮮だったんですけど、うんうんうん、来月で最終回なので、ぜひ、今日来てない方も、ぜひぜひ、来月は来てください。はい、そして今月来てくださった方も、はい、そのぜひ来てね。はい、はい、そんな感じです。はい、はい、ラストなのでぜひ、そうです ね、8時半から8時半、6日木曜日、6月6日木曜 日、はい、お願いします。来月も可愛い服を着ていきましょう。えそうですね、可愛い服を、はい、はい、じゃあ以上、はい、早いかな、ちょっと早いぐらい、はい、今日はどうでした。じゃあどうでした、楽しかったですか。楽しいですよ、2人なんでいい感じに。そうなんだよね、意外と2人でも結構喋れるから、うん、いい感じに、うん、なんかあきらちゃんだったからなんか意外とずっと喋ってる。楽屋でもね、ずっと喋ってるね、意外と喋るんですよ、うん、あきらちゃん、まあそうね、あきらちゃんが一人喋ってることもある。確かに、それこそそのジョイマンさんネタとかあったりしますけど、喋ってます。はい、来月で最後なので待ってます、ぜひ、はい、来月もよろしくお願いします。じゃあ以上、私たちチョピッと高めソウルアイドルのラブチョピッとでした。ありがとうございました。ありがとうございました。